さあやっていきましょうか。ブルーホースでございます。こんにちは、バイオアリー2。おお、じゃあもう復活してんのか。いや、ちょっと待って、そんな来てる。あ、あそこまで構えておいて見失う。まあちょっとね、こいつの出番はだんだんクリアの方でも少ないんで、ちょっとでも、あれ、全然無視されてる、全然無視されてる。ちょっと待って、ああ、元来た場所に帰りましょうか。とか東の廊下に、はい。もうお前飽きたわ。ネメシスほどじゃないにしてもね、バイオアリー2の怖いところ結構ここにあるかもしんないよね。いつまでもずっしんずしんでくるから。 OK、 じゃあこのまま下っていきましょう。下へ参ります。ピンポン。 OK、 なんか埃が気になった。よし、これよ。じゃあじわっ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 ち、こっち戻ってくるか分かんないからな。とりあえず拾えるやつだけ拾っとこうか。OK、 よし、じゃあ戻りましょう。ういうい、よし、こっち、あっち、そっち、わっち、逃げちゃダメだよー、ねのこちゃん。なんでこいつもこう、幼女と、あ、幼女っつってももう12歳だから幼女もクソもねえか、児童だよな。うん、と会うとさ、ねえ、こんな言葉遣いになるんだろうね、人間って。俺だけ、まあ、とりあえず、ロリは6歳までって某 DJ の髪の毛ピンクのチュルチュルさんが言ってるんで、12歳は立派なレディーですよ。昔は江戸時代とかこの頃にも結婚して子供も産んでたわけだからね。いつからこんな子供扱いみたいなされるようになったんだろうね、12歳ってね。だって12歳くらいが成人、男の場合は15歳とかがね、あのセミシグレの文志郎とかは15歳で成人したみたいな、なんかそういう記載があったんだけど、藤沢周平さんの集大成の作品。どうして、どうして、そこすぐ後ろに目と目が合う。え、でもあれだね、この作品に出てくる人たちの目ってみんな綺麗だよね。ほら、あんなに大きい目してるんだけど、目とか置いちゃう。あれ、持ってたっけ、そんなの。いつの間に、ギュッて。どんな状況にでも重力に逆らう圧倒的群れの谷間。冗談きついわ。多分冗談言えるようなことの知能が残ってないと思うから。うれれれれれれれ、さあ。あ、近づいてきた。あ、うちまた野郎が近づいてきた。うちが近づいてきた。ほらら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 。あ、ちょ、痛い。急に、聞いてない。あ、しかも想定できてない。おらら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 、もう終わるんじゃ。おいしょ、終わった。早っ。ハンドガン以下のダメージで、いや、お疲れ様でした。助かった。眺めポンチ、何なの。助かった、助かったというか、もう自分で切り開いたって感じだよね。タフネスな女子だよね、本当にね。ねえ、よし、オッケー。聞こえてる？もう安全よ。じゃあこのまま登っていきましょうか。終わった。あれ、手に持ってたマシンガンどこやったの？そんなことある？本当に？ダメ。ちゃんと持ってきて。ええ、安心して。うん。もう大丈夫。まあ、小さい子を、そこにあるはしごを下ろしてもらえない？ね、丸め込むな。一緒にママを探して。こんなに、なんだろう、すごい優しくしてあげてたのにさ。いると思う。なんだっけ。いてほしい。ええ、いいわよ、探してあげる。
っちよ。ああ、私も親がいないの。今は兄貴と二人。あ、本当に？はあ、私たち共通点があるみたいね。カードキーがいる。来て。ねえ、手伝って。本当にこっちなの？うん、そのはずなんだけど。シェリー、ずいぶん探したぞ、シェリー。こんな状況で一人で出かけるとは勇ましい。手を上げて膝をつけ。冗談でしょ。膝をつくんだ、今すぐ。シェリー、手を縛れ。なんでこんなこと。黙れ。縛るんだ。いいのか？言う通りにしないとこいつは死ぬぞ。どういうつもり？犯罪者から子供を守らないとな。シェリー、おいで。何をする気？関係ないだろ。その子を傷つけたら許さないから。シェリー、こっちに来るんだ。名前は？名前を言えと言ってるんだ。クレア。シェリー、私と一緒に来ないとクレアが死んでしまうぞ。わかった、行くから。ママのところへ連れてって。もちろんだ。信じちゃダメ、嘘よ。クレア、行かないで。俺のやり方にいちいち口を出す。やめて、離して。しつけがなってないようだな。教えてやろう。厳しく仕込んでやる。無事でいて。いいわ、まずはカードキーね。その後あいつに借りを返す。
さっきのやつこっちから来たけど、you